この絶叫を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険ですというわけでね、ちょっと前回ね、19になったというところで、結構ランクポポーンと飛んでしまったので、ちょっと、装備を見せていきたいかなと思います。ステータス、まあこんな感じですね。まあ防御は718ということで、まあ約800でですね、まあ相変わらず火がすごく僕は大丈夫です。まあこんな感じでつけます。そして回避性能プラス、ミケリプラス、回避性能プラス、回術、回術、回避距離で、なんていうの、く、冷えんかな、冷えん、ソまあこんな感じ。ツバメ、ツバメ返し、これ、うわ、まあそんなこんなでね、早速やっていきましょう。もうあれかな、ゲスト来てくれた方全員ちょっと出てくれるから、こんな方ですって、怒られてくれるんですよ、これだもんね、この方だ、こちらの方ね、もうアイルーが言ってくもいらっしゃらない黒タイツはとても魅力的なんですけど、これ変態お、かっこいい、お、男らしいですね、アイルー一匹しかないはい、というまあこんな感じで早速このメンズでやっていきたいと思います。しかもね、体的になんか装備が結構変態チック、男の子行くぜ。あ、クエスト見せない、ディアブロスです。まあここに思いっきり言ったもんだね、あのクエストの名が出てるのでわかるかなと。いや、ディアブロちゃんだね、僕の動画初のディアブロちゃん。お、僕まさかのキャンプから19なのね。地図を持っていきましょう。だいたい2と5に。あえ違うの。え何が起こるの、なんだっけ、襲われて感電してます。てか誰も目ついてない。ちょっと移動してみようかな。ね。7と3に行ってみます。あれ、5でみんな目ついてる？目ついてないね。ついてないね。もうついてない、目のマークはついてない。さあどこにいる、あ、いたいたいた、やっぱりここか。まあペイントゥーつけておきます。ほい、外した、もっと外した。こいつのね、方向はね、回避ができないので、ここはガードですね。潜った、オートバック持ってきてない感じ、これ爆に直線でくる、わっしょい、早かった、ワンシャッ、あー、なんかディアブロさ、結構なんていうの、アクションもしか、あー、変わってしまったということで、ちょっとパターンが短く、あーっしか聞こえないはずだうん、合ってない、まあ、合ってるって、合ってる、言ってるよ、キャンプ行って井戸入って、で、下に降りてから洞窟に入ったら、洞窟に入ったら、下に降りたら上に行って、これ、あった奥に行くよ、ここに行くよ、カメラ、そしたら、上に行く、もう少し前に行くよ、ちょっと僕だな、こっちだ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 、こっち寝てる、今寝てた、こっちだ、ここだったー、ガードしてきた、見えない見えない見えない、ちょっと HP がね、回避ランカーのカードがないと、ちょっと ガチめに今焦ったわ、びっくりびっくり、高級ハンデ持ってた、
ナイフは痛いか。大丈夫、そんなそれはでも食ってろ。ナイフは食ってろ。男の下半身についてるちくわでも食ってろ。ほっ、あー、ダメだった。乗ってる感じ、乗ってるんじゃない。おい、おい、できればテストカットできたらいいなという思いでテストカットかな。はい、はい、もうランスもね、直接弾能力あります。ランス優秀だよ。おー、素晴らしい。次また寝かす、寝かしたらちょっと大太郎ジュースやってみよう。おお、マヒッタがすげえ強えな、この方が。やばいな。ちょっと、ちょっと、ちょマジか、飛ぶ暇すらね。ちょっと、ちょっと、ちょちょっと角いただきます。はい、いただきます。ほら、マジ、うわ、早っ早っ、強すごいは素晴らしいね。もうこれちょっと連続で他のクエストやっちゃいましょうか。この1本で早いもん早いもん。あの手加減というものを知らないのかな、この方は素晴らしく強すぎるね。ボウガンはね、使いこなしてしまえば一番と言われてます。まあ、当てる部位だのありますけど、そこ考えてちゃんと打つとね、ちゃんとしっかりと。おーっと、ここになんか落ちた。落ちくんだ。ほいおっさん、かっこいいシーン撮ろうぜ、おっさん。あ、ごめん、顔が落ちた。あ、シーン撮ろう。はい、ぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃ。なんか一人遠いとこにいるし。おお、来た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 、はい、来た来た来た。ああ、うん、一人だけ。ああ、ああ、多いな。ああ、始まってる。俺を隠してしまった、君は罪だ。ほい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 。おお、お守りいいね。お守り集めもいかないね、火山の強い。ガード性能はそんなに俺求めてないな、回避ランサーなんかね。はい、さて、じゃあ次は何のクエストかな。ティガレックスかな。次は今ね、あのビビの TK 進めてるので、このまま19のティガレックスやっていきたいと思います。ティガレックスかね。はい、これはなかなかきついね。双剣とか片手剣とかね、結構少し濃い武器とか結構ね、こっちに動きは合わせやすいんですけどね、うん。ランスで行くような敵じゃないんだけどね。まあちょっと回避ランサーとして武器を変えずに。なんか言ったの？登ってない。いや、この方が。かわいそう。ね、瞬殺しすぎてかわいそう。本当の棒だね。まあこんなもんでいいかな。さあ、早速ね、この方が、お前、お飯の時間です。お飯、飯の時間。おお、どうした？何も食わず立ち上がったところに。そうで、了解です。返事の支援を、セグ主人様というわけですね。この方々、置き換えしてくれるらしいですので、そこをね、隠しカメラで撮っていきましょう。はい、ケイちゃん、ご主人いたの？なんか変なノリになってきたら、なんかこの子どうしたの、見た目どうしたの、この子。クマさん、クマさんだったね。シャキンシャキンね、ロボット化したクマだね。まああれがまあね、まあ今の世代のまあプーさんというところなんですよね。何やとディズニーファンが俺ボコボコにされそうだよ。はい、なんかバリルって、あー、そうですね。はい、てなこんなんでね、しっかり、まあね、ちゃんと装備も、装備はもう、ね、俺ノーマル武器なんでね。てか回避ランサー用武器なんですよね。んー、ここは、んー、どこ、ん、君は誰にシャドウしてるのかな。君は、じゃあ俺もシャドウしてやろうじゃない。アクション、
あとシャドウ、シャドウ、シャドウ、あれワンワン、シャドウはどこだ、あった、ツンツン、ほいほい、うん、まあちょっとずれてる、ずれてるけど、ガビーン、ガビーン、ガビーン、そこで土下座してる。うん、なんかいきなり見に行ったら煽られたね。見に行ったらいきなり煽られたね。で、もう一人のお着替えがね、ちょっとなんか、あー、着替え着替え、着替えてもすっぽんぽんだわ。でもやっぱり言った通り、双剣と空だけだね、皆さんね。うん、そりゃそうだよね。汚れくさ相手だからね。うん、にも関わらず僕、ランスですから。まあ、回避ダンサーとしてね、僕ね、なんだ、動画のタイトルの一番最後に回避ダンサーの、狩猟の日常みたいなこと書いてます、ね、まあそれはランスって書いてます、ね、どうしたこの顔に直接当たるけれども、顔に直接シャドウ当たりますけれども、うん、ランスであのモザイクかかってるよ、顔もうぐちゃぐちゃだからいます、うん、顔ぐちゃぐちゃだからなんて、うん、喜んでるね、俺の顔ぐちゃぐちゃになったら先生喜んでるね、それじゃあ早速行ってきたいと思います、ベイビー。石じゃないんだ、ケホ、ケホってなんだよ、このゲホ、ケホ、ケホ、ゲホ。すごいね、この書いた人、お、一緒だ、一緒だね、一緒のこと多いよね、さてと千里が飲みます、さあどこにいらっしゃる、あ、黄色の場所にいますね、行ってきまーす、置いてかないよ、置いてかないよ、シャキン、それで競争役なんで走る、ガチか。よし、さあうちの動画初のティガレックス討伐ということで、ね、今回まあいい年見せられたらいいなと思います、頑張って買う、頑張ってキャッシュちゃう、ダメだこりゃ。大丈夫、その強くない、その強くない、うん、強くない、そっちだ、ほいほい、オープンの戦術だよね、ほい、あれ一発目は回避したけど、お手手が回避できなかったというか、おう、ティガレックス回避できたら、今ね、すごいね。あれ、俺、ピオルニア。ちょっと回復飲みまーす。パク、ゴーク。よし、行くぜ。はい、最後、はい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 。調整崩れて飲んだら、その、ね、俺も得意ね。さあてどうするか、よし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 、ここは当たってて、ああそうだ、それ見なくてるほんとランスキープ、うん、ここで選んで、あぶない、ユーチューン、これで何回も俺昔殺されたことか、ティガレックスに慣れてないとか、ユーチューン来るなんて思ってもいいんですけどね、おー、ポケタピー、おわーお、ティガレックス、お、乗ったんかーい、乗ってないか、お、ちょっとガチっぽいぞ、おい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 、たぶんこれで使ってるな、あ、おー、暴れてらっしゃる、暴れてらっしゃい、これでもガタイゴロハ、暴れてらっしゃる、燃えるんだよ、燃えた、ワイ、おー、倒らんわ、もう倒されてる、この方が結構ガチガチだ、絶対するっつった、外は当たるっつった、うるさ、よいしょ、おい、もう窓閉めたらさ、家暑いんですよね、環境を整えるために窓開けたらこれだもんね、すごい、これが集中力ですからね、おい、ライドル、怖いって、おい、おい、ナイスカット、声援カット、ご苦労様です、んー、せいや怒ったよ、こう耳とかついてない、回避でやってるだけだ、あー
たたなたこれクラクラするな。死ぬ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 。まあモンスターハーイってのワールドの方だよね。まあ歩きながら飲めると結構安心も大事ですよね。クラ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 クああ、もったいない。動いた瞬間に車が使っちゃったよね。使っちゃったよね。久しぶり、剥ぎ取りだよね。剥ぎ取りタイム。はい、OK、OK。てか、ね、この方々、なんか、あれだよね。来た時に、まあよかったら K の大冒険で検索してねって俺、宣伝したらさ。うん、検索してくれたってさ、もうゴジラなのかな。なんか俺ゴジラだ。でもベイブレードもちょっとやってるのかな。すごいすごい。いいね、素晴らしい。いいタイミング。行ってらっしゃる。すげえ奥まで行ったな。やべ、よけた。よし、よけた。よし、よけた。これも動く。おい、おいしょ、おいしょ、止めて、はい、ズンズン、おいしょ。これは一体関係ないんだ。いた。あるあるだよね、これね。ワープしちゃう。そう。おう、おお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 、大丈夫か大丈夫か。あかーん、あかーん。いいんだよいいんだよ、もういいんだよ。どうまいどうまい。あおお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 キャンプに。こがりにくダーベて。おい。ふふふ。痛い。うわ。勝負だ。おっしゃ、勝った。勝負勝った。やった。今かっこよかったでしょ、絶対。この見えてる。そこで見てる。正面勝負で俺勝ったよ。綺麗に勝った。これ。まあディアボリに勝ったそうです。あのマフラー。ちょっと今お腹空いてるね。無駄です。おお、ちょっとちょっと。これこれで。まだこれでも、あーもうダメ。マフラーなんて。おお、マジだ。おい、あれかな、ぶっ壊して。ああ、猫、猫の体なんだ。あれか。これマジで。ボーマーティックする。おい、おい。おお、攻める。いい。いいよ、もうここがこいつの墓場。ここがこいつの墓場。俺の墓場じゃない。いていて、ちょ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 。今のマジか。俺だらしないね、あれだよ、あの報酬画面になってると思うよ。相手が腰が映ってる。俺さ、毎回ハグジョーでこうやって中見ちゃう。癖というか。お、天輪来た、やったぜ。わやーせいや、お、避けやがってこいつ。せいや、ほっ。おー、かっこいい。それな、なんだ、なんだ、みんなして俺を切りやがった。あ、
スタミナがなくなる、スタミナがなくなる。いやいやいや、あらら、ちょっと、早く出された。よし、よし、あっ、もう、大乱闘、大乱闘、モハースマー、あっ、ちょっと、ほっ、ほっ、よっ、ちょっと、痛い、いや、俺もうぐちゃぐちゃ、絶対ぐちゃぐちゃ、ちょっ、あかん、スタミナがない、スタミナがない、あっ、おっ、よしよし、耐え抜いた。耐え抜いたけど、背中ぐちゃぐちゃ。はい、てなわけでね。まあお送りしてきました、K の大冒険、まあとても素晴らしい、ね、仲間ができたということで、ボッドボッドボッドハンダよいしょ。まあね、まあちょいちょいビル上挟みながら実況していきたいなと思います。おー、アギト来た、アギトいいよ。はいはい、おー、ちっちゃかったんだね。ちっちゃかったね、うれしそう。いっぱいあるよ。はい、まあね、今回はここら辺でね終了させていきましょう。うん、うん、まあ2本の動画撮れたということで、今回ね多分10分以上の動画になったと思います。まあ20分はいけないかな。てなわけでね、ちょっと最後アクションなんか決めておこうかな。アクション、アクション、違うな、何にしようかな。まあ、じゃあおじいで、ブダにおじいで、ありがとうございました。それでは次回お楽しみにしていてください。じゃあねー。